スキルパークにやってきましたということですね、このパークでですねかっこいい技を決める方法をストライダー卒業生に聞いてみたいと思います。そして今日はなんとこの素晴らしい先生方にお越しいただきました。ストリートやっています。それでは早速レッスンをやっていきましょう。イエーイ。パークで乗る時の基本でペダルを水平にして漕がないことです。これが平行な状態で、この状態をキープしてパークなどでは走ります。ペダルの向きが、水平でないと着地した時などにバランスが崩れてしまったりなどという危険があります。水平にした時の前になる足がどっちかっていうの分からないと思うので今からそれを説明します。とゆうまさんは水平の時の前の足が右足になります。これが右足が前の水平の姿勢です。どっちが前足なのか分からない人がいると思うのでその時の簡単な調べ方を今から教えます。前に倒れた時に先に出る足が自分の水平になった時の前の足となります。今みたいにユウマさんの場合は右足が前です。こうの時右足が出た最初。もう一回やってみて自分で前にこうどっちが出る？右足？足ずらさない足ずらさない、こがなくていいよ、こがないで、そうこれでこれで乗る、こう止めて止める、止められる止められる。今からパンプトラックのコツを教えます。コツは主に3つあります。1つはまず勢い、スピードをつけることです。2つ目は漕がないことです。パンプの上では基本は漕ぎません。3つ目はプッシュをするということです。ブランコをイメージしてもらうと分かりやすいです。遠くにやるためには足でこうブランコを押すと遠くにできるような感じです。それをイメージしてプッシュをやると良くなります。今はスピードを出しています。プッシュ入れて膝の動きを見てください。膝ね、膝こうやってる、こうやってこうやってやって、そうそう、いいねいいね、ペダルいいねいいね、次はこの坂を使ったターンのコツを教えます。一つ目のコツは目線です。目線は下ではなく前を見ましょう。皆さんも走る時に下を向いて走ると、怖くて走れないじゃないですか。けれど前を見て走るとしっかりと走れるので目線を気をつけて走りましょう。二つ目はスピードです。ターンをするにはスピードがないと上まで上がれないのである程度スピードつけてから坂に入りましょう。それができるようになったら3つ目なんですけど、3つ目は入るとき、坂道に入るときに1回プッシュを入れます。ターンを終えた後にもう1回プッシュを行います。ターンを1回見てみましょう。スピードをつけて、
実際子どもたちに教えてみてどうでしたか？今回ちっちゃい子たちにあのパンプとか教えて改めてその基礎が思い出せたのでよかったです。その小さい子たちにどう教えたらよく分かってくれるのかとかどういう言葉にしたらいいのかとかが、まあ、自分はあんまりなんか分かっていなかったのでそういうところもまあ僕自身も勉強になったかなと思いました。ということで子どもたちも今日一日もすごく楽しそうに学んでいっぱいいっぱいスキルアップできたかなと思います。それでは最後に一言いただきたいと思います。やっぱり安全面は一番大事だと思うのでこういうヘルメットとかは絶対つけてもらいたいです。ストライダーを卒業しても、まあ、こうやって BMX みたいな、まあ、面白い競技とかもあるのでその楽しい競技で中で友達とかもたくさんできるのでこういう競技にもトライしてみてください。